ゲーセケの中心街、ゲーゼケは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、アルンスベルク行政管区のゾースト郡に属す、中規模都市である。この町は、青銅器時代から継続的に定住地として利用されてきた。中世には世紀にもわたって、ベストファーレン公領すなわち、ケルン大司教、センテ公領とパーダーボルン、広司教区との最も重要な国境の都市であった。ゲーセケはゾーストの援助都市として中世にはハンザ同盟に加盟し、現在は新時代のハンザ同盟に参加している。この町は19世紀になるまで農業主体の町であったが、その後鉄道が開通したことで、近世にはセメント産業や鉄鋳造業が交流した。現在は様々な中規模企業がこの町に存在している。さらにゲーセケは、世紀も前から成長を続け、リップシュタットとパーダーボルンとの間に位置することで、現在もさらに成長を続けている数少ない郡、所属市の一つである。ゲーセケは、ゾースト郡に位置し、ヘルベークに面している。南のシュタインハウゼン近郊にあるインターチェンジで、アウトバーン A44 号線を利用できる。ゲーセケから遠くないアーデン近郊には、パーダーボルン、リップシュタット空港がある。ゲーセケは、地形上は、ベストファーレン盆地のヘルベーク翼野の一部である、ゲーセケ翼野に位置している。より細かくは、南に向かって登るハール山の斜面とヘルベーク、北側の平らなヘルベークタールングに分けられる。後者はさらに北に向かうとオストミュンスターラントに続く、オーベーレリッペタールングに至る。地域の南西は、パーダーボルン高地の主脈に達する。ゾースト郡内の市町村では、西がエルビッテ及びリップシュタット、南がリューテンと境を接している。他は、パーダーボルン郡で、北東がザルツコッテン、南がビューレンに接している。本市は、パーダーボルン郡に向かって突き出しており、三方をこの郡に囲まれている。ゲーセケ東部の採石場、ゲーセケ市の発展は、主に石灰岩採掘とヘルベークのカルスト水源によっていた。ヘルベーク付近のミュンスターラント盆地の南東縁に沿って伸びる白亜紀後期のプレナー石灰岩は、ゲーセケ地域で発展したセメント産業の基盤であった。19世紀の終わり頃に、セメント工場が設立されて、以降、所有権の変遷を受けながらも発展を続け、現在この地域の重要な産業となっている。石灰石の採掘によって、市の南部には多くの採石場が設けられ、その景観を決定づけている。市域内の水は総じて、ヘルベークに典型的なカルスト水源から湧出し、ハールシュトラングやパーダーボルン高地から流れ出すカルスト地下水を受け取っている。特徴的なのは、ヘルベーク南側の白亜紀石灰岩の分布地域における数多くのカレダニやシュレッデである。これらの谷には時々水が流れるだけである。これらは雪解け水や長雨、あるいは激しい荒天の大量の水を流す主軸となっている。多くの凍結しない水源があり、極めて肥沃な黄土の土壌であるヘルベーク地域には石器時代から人が住んでいた。何層もの出土品がそれを証明している。特に、エルジンガー監視所やエリンガーフェルト周辺の墳墓などで、ある。青銅器時代から、鉄器時代のトゥードルファーベーク埋葬地の未発掘部分の調査が2014年に行われた。すでに1997年の発掘によって、ここが長く使われていた墓地であることは判明していた。青銅器時代後期から、ローマ帝国時代初期の700年以上にわたる73体の遺骨と数多くの副葬品が、このフェルメダーバッハ及びゲーセカーバッハの水源から近い場所で埋葬が行われていたことを示している。現在のゲーセケ地域では、6世紀から7世紀に中世初期の集落が形成された。1973年の発掘作業により、内市街の修道院の敷地から、フランクの青銅俑が発掘された。これは当時の地方貴族が所有していたものである。この窯は799年にカール大帝と教皇レオ3世とのパーダーボルンでの会談により、完了した公式なカロリング朝による征服以前にザクセン人居住地域にフランク人の入植地が存在した証拠とされている。ゲーセケ集落の最初の文献記録は833年のルートヴィヒ経験王の寄進状である。リクダック伯はゲイスックにゴフーフェの農地を有していた。これにより同時期にゲーセケにカロリング朝の王領があったことがわかる。さらにアムペンはアナドパ、シュメルレッケはイスマーレックと記述されている。地域的にシュメルレッケに近いことからこの文書はアルテンゲーセケのことであるとも考えられる。しかし、そうではなく、これをゲーセケであるとするのは、アムペンやシュメルレッケが同じヘルベーク沿いにあるためである。また、アムペン・シュメルレッケ・ゲーセケの集落間の距離もその根拠となる。これらから、ゲイスックは、やはり、11世紀から12世紀に、アルテンゲーセケと記述されるようになる集落とは、一致せず、ゲーセケ氏のことを指す証拠とされる。さらに、ゲーセケからは9世紀の定住を証明する考古学的証拠が出土するが、アルテンゲーセケからは11世紀以降のものしか出土しない。また、リクダックは早くも822年には、ゲーセケ中核宿から数キロメートルしか離れていない、ベニングハウゼンで活動している。ハオルデケは946年に聖ユングフラウと、聖キリアクスの栄光に捧げる女子修道院を創建した。その6年後に、オットー一世は、その創設を確認し、この女子修道院をその庇護下に置いた。初代修道院長には、ハオルデケのビヒブルクが就任した。ゲーセケに対するキウィタスという表記や、防衛施設の記述はこの集落の重要性を示す証拠である。1011年に、皇帝ハインリヒ2世からパーダーボルン司教マインベルクに広大なハオルト2世伯の遺領が寄進された。これによりゲーセケ地域もパーダーボルン司教領となった。3年後、この立州司祭領はケルン大司教区に移譲された。ヴェストファーレン公領とパーダーボルン司教区との境界石ザクセン公ハインリヒ司公は皇帝フリードリヒ・バルバロッサによって1180年に失脚させられ、ケルン大司教がヴェストファーレン公領を霊園として統治した。東のパーダーボルン司教領との両方境に位置する最も重要な都市集落ゲーセケもこれに含まれた。ケルン大司教エンゲルベルト一世は1217年頃にゲーセケ王子に昇格させた。都市機構としては、もともとゾーストの都市法から発展した流天の都市法が適用された。パーダーボルンに対する国境機能と、それに伴う不断の騒乱、侵害、略奪により、都市昇格後のゲーセケは、堂々たる要塞都市に変貌した。6本の塔と9つの門を持つ長さ3kmの四壁が古い防衛施設跡に建設された。その外側に深さ5から6メートルのコート柵が防衛施設として設けられた。1286年に初めて、ゲーセケを本拠とする伯が記録されている。ゲーセケ裁判所管区には、シュテルメーデ、ランゲナイッケ、エルムジングハウゼン、メニングハウゼン、エーリングハウゼン、ベニングハウゼン、デディングハウゼン、リックスベック、エスベックが含まれた。それまで紛争が多かったケルンとパーダーボルンの共同統治は、1294年の仲裁判断により解消され、ゲーセケはケルンの両方に編入された。1317年のゲーセケの教区分割で、司教会と修道院教会はそれぞれ固有の教区を有することとなった。ケルン大司教ハインリヒ2世はこの町に、夫官の特権を授けた。ベストファーレンで最も古いシュナートガングの行事は、ゲーセケで行われた。早くも1326年のシュトックハイムの農民台帳にシュナートの木が記述されている。ヨーロッパで猛威を振るった。黒死病はゲーセケも見逃してはくれなかった。1348年にペストが流行し、数多くの市民がその犠牲となった。1360年に市はホーフェと呼ばれる4つの街区、すなわちオストホーフェ、ベストホーフェ、ノルトホーフェ・ミッテルホーフェに分けられた。これは特に都市防衛や市長、市議会選挙に重要な役割を担った。1374年に聖霊病院が設立された。1356年に設立された都市ハンザにゲーセケが加盟した最初の文献証拠は1380年に作成されたものである。現在も存続している聖ファービアン及びゼバスティアンの栄誉に捧げるゲーセケの射撃兄弟弾は1412年に初めて記録されている。この射撃兄弟団は、現在、聖ゼバスティアン射撃兄弟団、ゲーセケ1412という名称を用いて活動している。1444年から1449年のゾーストのフェーデでは、リップシュタットやパーダーボルンがゾースト側に味方したのに対し、ゲーセケは、ケルン大司教ディートリヒ2世フォン、メールスについた。このため、ゾーストとリップシュタットが1445年にゲーセケを攻撃し、市長フリードリヒ・フォンデアボルクを含む8人のゲーセケ市民が死亡した。この攻撃の結果、ゲーセケ、リューテン、ビューレン、ザルツコッテンは1446年に都市同盟を締結した。画家のゲルト・ファン・ローンは1465年頃にゲーセケで生まれた。フェルネの教会のフレスコ、パーダーボルン聖堂の最後の審判の祭壇、ヘルステの卓啓の祭壇、民伝聖堂の卓啓の祭壇などが、その代表作である。ゲーセケのヨハン・イミンクは、1469年から1480年まで、パーダーボルンの補佐司教を務め、1476年から1480年まで、司教総代理の地位に就いた。宗教改革の時代には、1564年に、初めてルター派の教えがゲーセケに広まった。新たに選出されたケルン選帝公、エルンスト・フォン・バイエルンの下で、1584年にゲーセケで両方会議が開催された。トゥルフゼス戦争でこの町は、1591年にオーバーシュタイン伯の軍によって占領され、多額の軍税を支払わなければならなかった。1608年、本市の女子修道院は、修道院学校を創設した。1613年にペスト禍が再びゲーセケを襲い、またも多くの犠牲者を出した。30年戦争では、ゲーセケは1622年にディートリヒ・オットマール・フォン・エルヴィッテの指揮のもと、ブラウンシュバイク公クリスティアンと戦った。ブラウンシュバイク公はこれ以前に、パーダーボルン、ゾースト、リップシュタットを陥落させていた。1622年4月6日と9日の攻撃は必死の抵抗のため失敗した。ゲーセケは当時占領されることなく存続したベストファーレン唯一の都市であった。この出来事を感謝、記念して現在も復活最後の第3日曜日にローベタークのパレードが行われている。このパレードは市の土塁を越えてシュタイン門、ルイ・リッシャー門、フィー門をめぐる。1633年にゲーセケは8日間包囲された後、ヘッセン方伯、ヴィルヘルムの手に落ちた。1633年、ゲーセケのヨハン・クラーネがウィーンで帝国顧問官会議の顧問官に任命され、これに基づき皇帝からの全権を委任され、ミュンスターでのベストファーレン条約の交渉に参加した。1635年から1636年に3回目のペストの流行が起こり、多くのゲーセケ住民が死亡した。1637年、本市にフランシスコ会修道院が設立された。1664年にはリックマン商館が建設された。1686年8月19日に選帝公、マクシミリアン・ハインリヒが5クラスのギムナジウム設立を認可したことを受け、1687年にフランシスコ会が運営するギムナジウム・アントニアヌムが開校した。ただし、校舎の建設と維持はゲーセケ市が負担することとされた。市はこのギムナジウムの名称にパドバの聖アントニウスを選んだ。1689年8月30日、ゲーセケで大火災が起こり、市の 1/4 が焼失した。1699年には、赤痢がゲーセケで流行し、約2ヶ月の間に130人の死者が出た。芸跡では1604年から1712年まで魔女狩りが行われ、1618年、1619年、1670年、1671年、1691年からの3回の裁判手続きがなされた。1618年から1619年の魔女裁判についての記録書類だけが残されている。1618年に放浪者の女性、アーデルハイト・ルンテが犠牲となった。合計では少なくとも54人が被告人となり、32人が処刑された。魔女裁判の時代の文化史的に価値ある証拠が、土塁の塔壁にある火薬塔である。この塔は魔女塔とも呼ばれ、言い伝えによれば、表向き魔法使いとして告発され、捕らえられた人物がここに収監されたとされる。魔女、芸跡という慣用句が生まれたが、実際には当時、芸跡で過度に多くの魔女狩りがなされたという証拠は存在しない。1705年にマリアヒルフレー廃堂が完成した。芸跡出身でパーダーボールンの補佐司教であったマインベルク・カウプは1733年にアップリングホーフ修道院の院長となり、1745年までこの職を務めた。世俗化に伴い1802年にケルン大司教領が廃止された後、芸跡を含むベストファーレン公領はヘッセンダルムシュタット法伯領となった。1806年には447戸、2741人が住んでおり、このうち2593人がカトリック、134人がユダヤ教、14人がルター派を信仰していた。芸跡は1816年にプロイセンに併合され、新たに創設されたリップシュタット郡に編入された。教皇直書により、旧ケルン大司教領のベストファーレンは1821年にパーダーボルン司教区に移管され、芸跡もパーダーボルン司教区に組み込まれた。1823年に聖キリアクス女子修道院、1834年にフランシスコ会修道院が廃止された。旧フランシスコ会修道院は1841年に州の養護施設となり、後に郡立病院となった。この郡立病院はやがて、リップベニンのベストファーレン病院に統合された。同じく1841年にアムト・シュテルメーデが成立した。このアムトは、シュテルメーデ、ランゲナイケ、エーリングハウゼン、エルムジングハウゼン、エディンガーフェルト、エスベック、リックスベック、ベーケンフェルデ、デディングハウゼン、ベニングハウゼン、メニングハウゼンからなっており、その行政機関は、はじめはエーリングハウゼンに、その後シュテルメーデに置かれた。19世紀のエリンガーフェルト城1850年に、王立ベストファーレン鉄道会社のハム・パーダーボルン、線が開業し、芸跡に駅が設けられた。1854年に、芸跡市立貯蓄銀行が設立された。ベストフェリシャー・フォルクスフロイントというタイトルで1868年に、芸跡初の新聞が創刊された。同じ年に、本市で初めての街灯として石油ランプが設置された。1811年から開催されていた家畜市は1870年にゲッセルマルクトと改名され、1933年に教会祭と結びついてこの町最大の世俗祭となった。1892年に現在も刊行されているゲーセカーザイトゥングが創刊された。その2年後に芸跡の消防団が結成された。1899年内市街のバッハ通りが暗渠化された。それまでこの通りは水堀であった。現在も病院前の泉、芸跡シュプリングがこのことを忍ばせる。1900年に芸跡、ビューレン線が鉄道ハム、バールブルク線とアルメタール鉄道との接続路線として営業運転を開始した。これにより、長年芸跡の重要な経済ファクターであった、セメント産業の発展が助長された。同じ年に、市立発電所が発電を開始し、街灯が電気化された。その1年後には電話網に接続した。1914年、2年間の工期の後、市の上水道が完成し、稼働を開始した。第一次世界大戦が終戦した1918年。ゲーセ家の人口は6031人であった。1933年、厳格なカトリックのゲーセ家に、初めて福音主義教会が建設された。ヒトラーの権力掌握直後の1933年には、すでに、ゲーセ家で、ユダヤ系住民に対する最初の排斥が始まった。ゲーセ家市民に、ユダヤ人と商売をしないよう呼びかけるチラシが配られた。1935年、戦没者を高く称賛するために、ローゼンタイ碑に戦没者記念碑が建立された。1938年11月の排斥運動では、ゲーセ家でも11月9日から10日の夜に、ゲーセ家在住のユダヤ人家族に対して暴行がなされた。これに続いて、地元の SS がユダヤ人を逮捕し、ゲーセ家のシナゴーグに収容した。その後ゲーセ家に残っていた、わずかなユダヤ人は町を去るか、強制収容所に送致されるかした。第二次世界大戦中、ゲーセ家は長らく攻撃から免れていたが、1944年と1945年に何度も激しい爆撃を受けた。特に難民でいっぱいだったゲーセ家駅では130人の犠牲者が出た。1945年4月1日にアメリカ軍がこの町を占領した。戦後、難民や追放された人々が流入したことで、人口は1938年の7341人から1946年の9728人にまで急速に増加した。1948年から1952年にさらに増加した人口に対応するために、住宅地アウフデン、シュトリッケルンが市の西側に建設された。人口増加により、新しいカトリックの教会組織が必要となった。このため1954年、市の南部でカトリックのマリエン教会の提訴がなされ、1957年11月17日に完成した。1960年代に増加し続けた自家用車のために内市街を迂回する連邦道 B1 号線のバイパス道路が建設され、歴史的建造物を持つヘルベークは通り抜け交通の負荷が軽減した。このバイパス道路は1965年に完成した。1968年、ゲーセ家のイングリッド・ベッカーはメキシコオリンピック5種競技で金メダルを獲得した。1974年12月31日時点のゲーセ家市の人口は 13,239 人であった。地域再編に伴い、シュテルメーデ、エーリングハウゼン、エルムジングハウゼン、エディンガーフェルト、ベニングハウゼン、メニングハウゼン、ランゲナイッケからなるアムトシュテルメーデは、1975年にゲーセ家市に統合され、新たに創設されたゾースト郡に編入された。1975年1月1日、この新しい都市の人口は 19,940 人となった。1978年5月5日、ゲーセ家市とフランスのロス市は姉妹都市協定を締結した。その友好文書には以下のように記されている。我々、ロス市長とゲーセ家市長は我らが市民の同意を得て我々、両都市間の永続的な友情を誓います。生活の可能な限り多くの場面が絶えることのない活発な交流で満たされることでしょう。我々は、この友情が我々の市民の心からの願いであると、共に政治上必須のフランス国民とドイツ国民との共同作業に寄与するものであると確信しています。そして、最終的には、心からの言葉によって結びついたすべての民衆の平和的共存につながるものでありましょう。ロス市長、アビーニ、ゲーセ家市長ハインリヒ・スマイラーゲーセ家は、ハンザ衰退後300年以上を経た1983年6月25日に他の19の旧ハンザ都市と共にベストファーレンハンザ同盟の設立文書に署名した。1985年、ゲーセ家とそのフランスの姉妹都市ロスはパリで独仏友好平和賞を受賞した。同じ年、市南部の工作地での発掘作業により13世紀に建設されたハイソン・エルジングハウゼンの基礎壁が発見された。研究者らはこれを全国的に重要な出土品と格付けた。1994年に、ゲンセケ氏は移民との模範的融和に対する連邦賞を授与された。ゲンセケ出身のライハルト・マルクスは、1996年9月22日に43歳にして、パーダーボルン聖堂の司教に就任した。これは当時ドイツで最も若い司教であった。マルクスは2002年にトリーア司教区の司教となり、2008年にはミュンヘン、及びフライジング広司教に就任した。彼は2010年には教皇ベネディクト16世によって名器聖堂サン・コルビニアーノの枢機卿として枢機卿会に座を占めた。ゲンセケ市の人口は1998年に初めて2万人を超え297人となった。1974年7月9日のミュンスター、ハム地域の市町村及び軍の新設に関する法律に基づく1975年1月1日の地域再編で、ゲンセケと旧アムトシュテルメーデは、新たな都市ゲンセケ市として統合された。これにより、旧アムトシュテルメーデから、シュテルメーデ市区、エーディングハウゼン市区、ランゲナイッケ市区、メニングハウゼン市区、ベニングハウゼン市区、エディンガーフェルト市区が、中核市区に加わった。かつてアムトシュテルメーデに属していたエスベック、リックスベック、ベーケンフェルデ、デディングハウゼンは、リップシュタット市に編入された。1806年から2010年までのゲンセケの人口推移グラフ右のグラフは、各時点の地域における人口を示している。値は人口調査結果あるいは州統計局の公式な研究値である。1975年からは、合併によって、ゲンセケ市を形成した旧アムトゲンセケ及び旧アムトシュテルメーデの市町村の人口が含まれている。2015年12月31日の年齢別人口分布は、0歳から18歳が 19.8%、18歳から30歳が 14.6%、30歳から65歳が 47.5%、65歳以上が 18.0%。であった。外国人の比率は 7.9%、2017年10月、現在の失業者数は562人であった。ゲンセケ市議会は36議席からなる。1975年の市町村合併後の市長を歴記する。1902年から1974年のゲンセケ市の紋章現行のゲンセケ市の紋章は1977年8月17日に認可された。それ以前この町は1902年11月16日に認可を得た銀の十字を描いた紋章を使っていた。銀の十字は中世初期からすでに印象に使われていた。現存する最も古い使用例は1237年のものである。この十字はケルン選定校の十字から転用されたものである。この十字は1700年頃に初めて公式な市の紋章として使用された。車輪は地域再編によってゲンセケ市に統合されたアムトシュテルメーデを表すものとして紋章に採用された。ゲンセケは1983年から新ベストファーレンハンザ同盟に加盟している。ギムナジウム・アントニアヌムの講堂は大きな音楽イベントや演劇上演などに利用されている。講堂で行われるほとんどのイベントは市の文化協会によって運営されている。ゲンセケにはリックマン邸内に郷土博物館ヘルベーク=ムゼウムがある。この博物館の建物は中世にはゲンセケの最も重要な通りであったヘルベーク沿いのバロック様式のディーレンハウスである。地質学コレクション先史時代コレクション、郷土博物館に必須の文物の他に、ヘルベーク=ムゼウムは民族学コレクションや中世のフィブラのコレクションを収蔵している。エリンガーフェルト市区には紡績民族文化国際博物館がある。この博物館は世界中の主に18世紀から20世紀の紡績に関する民族学コレクションを展示している。聖ペトリ教会、エディンガーフェルト城トホルテ邸内市街には、ゲンセカー池、トホルテ邸、聖キリアクス教会の周りに小さな公園がある。この公園は整備され、遊戯広場やトレーニング広場が設けられた。教会の近くにある新しい水車は、かつての滝の代わりである。トホルテ邸は現在、カフェとして営業している。ゲーセケのユダヤ人墓地。ゲーセケには全部で6つの墓地がある。中核宿のデルブリュッカー通り、エーディングハウゼン、シュテルメーデ、ランゲナイッケ、メニングハウゼンにある。エーディングハウゼナー通りにはユダヤ人墓地があるが、現在は埋葬に用いられていない。1984年までゲーセケのヘルベークに映画館があった。これ以後は映画を見るためには、リップシュタットかパーダーボルンへ出かける必要がある。かつて映画館を再開させようという努力が繰り返しな、された。映画館は昔のままの状態で存在している。道路、ゲーセケは最重要な交通路として街を東西に貫く連邦道 B1 号線を有している。市域内の B1 号線は改造され、すべての交差点がラウンドアバウトに置き換えられた。さらに、ゲーセケ市の市域の南部で、ドルトムントからカッセルに向かうアウトバーン A44 号線に接続している。比較的良好に拡張された州道が、この町と隣接するリップシュタットとを結んでいる。バス本市には2本の市バス路線とリップシュタット行き、パーダーボルン行き、ビューレン行きの地方バス路線がある。この他に通学バスとして運行されているバス路線がある。市バス692号線は、メニングハウゼンで、リップシュタット行きの地方バス R64 号線に接続している。運営しているのは、バーンブスホーホシティフトとルールジークバス交通である。定期路線バスは、市内全域をカバーできていない。一部では、最寄りのバス停までも長い徒歩に耐えなければならない。さらに予算削減のために、数年前に設けられたばかりのバス路線695号線の運行ルートを短縮せざるを得なかった。2002年まで駅前広場に中央バスターミナルがあった。これが手狭になったため、駅舎の西側の旧貨物積載場跡にガラスを多用した新しく明るいバスターミナルが建設された。ゲーセケ駅鉄道。ゲーセケ駅は鉄道ハム、バールブルク線の駅である。この駅では30分間隔でレギオナルバーン RB89 エムスベルデ鉄道が発着する。この他の駅はエーディングハウゼン市区にある。1900年に開通し、かつてはビューレンまで運行していた鉄道ゲーセケ、ビューレン線は1952年に旅客運行を停止した。この路線は現在も運行されていないが、市の南部に位置するセメント工場へ運行されており、ワル、イーグップ、ワブによって工業路線として利用されている。この地域の鉄道交通組織を管轄しているのは SPNV ルールリッペ目的連合である。航空パーダーボルン、リップシュタット空港は本市の南約 10km に位置しており、ビューレン市のアーデン地区から約 2km 離れている。ミュンヘン行きの飛行機のほか、特に南のリゾート地へ向かう飛行機が多く発着する。この空港は連邦道 B1 号線で直接行くことができるほか、アウトバーン A44 号線のビューレンインターチェンジを使って行くこともできる。空港に直接乗り入れることができる公共交通機関はパーダーボルン及びビューレンからのバスだけである。ゲーセケからはビューレンの理科へのバスで行くことができる。自転車。ゲーセケ市内を広域自転車道 R6 号線と R47 号線及びテーマルートのヘルベークルート及び国際的に活躍した自転車レーサーのエリック・ツァベルにちなんで命名されたツァベル広域ルートが通っている。ゲーセケは州全体をカバーする NRW 自転車交通網に組み込まれている。これは州のあらゆる市町村を一続きの道で結ぶものである。市レベルの自転車道については、市内全域に標識を備えた自転車道が多く整備されている。ゲーセケ駅の敷地と建物は十分な数の自転車を安全、確実に駐輪することができる。重要な企業を一家に列記する。ゲーセケには、総じて中小企業が多くある。例えばヘラや BMW といった大企業の工場がゲーセケとザルツコッテンとの間の地域へ進出する計画は頓挫した。1974年までゲンセ家には固有の新聞、ゲンセカー・ザイトゥングがあった。この年にこの新聞がデアパトリオートに吸収されて、以後はデアパトリオートの地域版が刊行されているだけであるが、その編集局は以前と変わらず、ゲンセ家にある。九州合併の際に、ゲンセカー・ザイトゥングという名称は残すことが合意された。このため、デアパトリオートは、ゲンセ家市内では、ゲンセカー・ザイトゥングの名称で刊行されている。ゲンセ家ではこの他に、広告収入で出版される週刊誌ノイエ・レギオナーレやリップシュタットで作成されているボーヒエンティップが刊行されている。ゲンセ家で有名なオンライン=メディアがニュースポータルのフォイエルベール・ゲンセ家でとゲンセ家=ニュースでである。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。